2020年東京五輪パラリンピックでバドミントン、近代五種、フェンシング、車椅子バスケットボールの会場になる武蔵野の森総合スポーツプラザ、東京都調布市が25日オープンした。メインアリーナでは車椅子バスケの公開試合が行われ、激しいぶつかり合いや正確なシュートに来場者から大きな拍手が送られた。メインアリーナは固定席が約6000席で、可動式の席と合わせて約1万人を収容できる。記念式典で小池百合子都知事は、末永く愛される施設にしたいと挨拶した。この日はバドミントンなどの体験プログラムも行われ、参加者はアスリートの技やプレーのコツを学んでいた。